マイソール王家元当主マイソール宮殿オデヤーサは、南インドのカルナータカ地方に存在した、マイソール王国のヒンドゥ王朝。マイソール王国の歴史において、その大部分の機関を統治した王朝でもある。チャーマラージャ10世1399年、ヤドゥラーヤが、マイソールの支配権を奪った。マイソール王国を建国した。以後、彼とその子孫の王朝は、オデヤーサと呼ばれた。 この王朝は当時南インドを支配していたビジャヤ・ナガル王国に従属し、16世紀前半の王、チャーマラージャ3世はクリシュナ・デーバラーヤに娘を嫁がせ、1520年のライチュールの戦いにも従軍した。その後、その息子ティンマラージャ2世の治世、1565年にビジャヤ・ナガガル王国がターリコータの戦いで敗北すると、弟のチャーマラージャ4世は、 半独立の立場を打ち出した。1610年、ラージャ・オデヤ一世は、シュリーランガ・パトナを、ビジャ・ヤ・ナガル王国から奪い、独立を宣言した。また、これにより首都がマイソールからシュリーランガ・パトナへと、遷都された。その後、17世紀後半から、信仰カーストのマラーターが台頭し、シバージーによって、マラータ王国が建国されると、マイソール王国と、マラーター王国は、 交戦状態となった。1685年以降、マラーターの侵攻が本格化すると、時のオデア朝の王畜下デーバラージャは、ムガル帝国と結び、1687年、18世紀初頭、ムガル帝国が撤退した後、南インド一帯は騒乱に巻き込まれた。マイソール王国では、ムスリムの軍人ハイダルアリーが台頭し、 1761年には王国の実権を掌握した。マイソールオーラはその区別となった。ハイダル・アリーの死後、ムスコティプー・スルターンが父親の権力を継承した。1786年にはパードシャーを称し、1796年にチャーマラージャ九世が死ぬと後継者を擁立することをせず、自らマイソール王国の君主として統治した。ハイダル、 アリーフ氏の支配の下で区物となっていたナンジャラージャ、チャーマラージャ8世、チャーマラージャ9世の3人は、いずれも彼らによって殺害されたとも言われる。だが、1799年5月4日、ティプールターンが第4次マイソール戦争で戦死すると、イギリスは、チャーマラージャ9世の息子クリシュナラージャ3世を、即位させ、オデア朝を復活させた。その後、7月に、 軍事保護条約が締結され、王国は、反王国となった。19世紀後半と20世紀後半において、統治した、チャーマラージャ10世とクリシュナラージャ4世の不死は、解明的で、近代的思考を持った人物であり、反王国の近代化に大きく貢献した。1947年8月15日、チャーマラージャ11世の知性、インドパキスタン分離独立に際して、 半王国はインドに並行され、オデや朝の歴史も終わりを告げた。枚数は2パイス、B2148 枚数は2枚数は2、カラシマ、世界歴史体系南アジア資産、南インド。ありがとうございます。